受験生の皆さん、ついに明日がセンター試験ということで、我々クイズノックから皆さんへのささやかですがメッセージを届けてみたいなと思っております。焦っている自分に焦らないように。そして本番も受験勉強の一環、最後まで点数は伸びます。あなたの足にかかっているのはあなた一人分の体重だけです。応援してくれた人や親御さん、友達、そういったあなたを支えてくれた人は、あなたの上に乗っかっているのではなくて、あなたを後ろからそっと押してくれる存在です。 あなた自身のためにあなただけの力で頑張って一人で道を切り開いてください応援しておりますここから皆さんにお話ししたいことは一つだけあります1日目終わっても絶対に自己採点をしないでほしいということです皆さん不安で1日目のセンター試験の結果を自己採点して安心感を得たいと思うと思うんですよでも万が一失敗していたら次の日自分の持ってる力る力の 最大限どころか半分も出しなくなくってままいます2日目は数学多分計算ミスも多くなってしまいます皆さんが最大限の力を発揮してもらうためにも1日目終わっても自己採点だけはしないでくださいこれをご覧になっている皆様は植物的にまずこの動画を今 YouTube で見ていて大丈夫なのかというのが多分ね一番心配だと思うんですけれども大丈夫今これを見ているくらいの余裕はあるということを自覚してください僕からは 今これを見ているあなたは今のところ大丈夫だということをお伝えしておきます。この後寝るなり、もう少し勉強を詰めるなり、どちらでも大丈夫です。いよいよセンター試験ですね。まあ鉛筆はたくさん用意したことと思います。よくね、センター試験は傾向がね、変わるなんてことを聞いたことがあると思いますが、変わってるのは傾向じゃなくてただの形式です。大学が求めている力っていうのは、その傾向っていうのはずっと変わってないので、皆さんは安心して、 過去問と、それからそれをやってきた自分を信じて、ぜひ最後まで力を出し切ってください。皆さんの健闘と、それから最後のちょっとね、勘でのマークの塗りつぶしの的中を祈ってます。はい、まもなくセンター試験です。きっと、えー、みんな緊張してね、ギリギリまで勉強したいな、詰め込みたいなって思ってるかもしれませんが、えー、僕の勧めはたっぷりと休むことです。 夜更かししたりとかねすると当日うまく力が発揮できないということもありますので夜はしっかり寝てください科目と科目の間の休み時間もさっきの科目の反省とかをするんじゃなくてしっかり体を休めたりとかあとは次の科目のことを考えたりとかいうふうにうまく切り替えてしっかり休憩をとってくださいここまでやってきた皆さんならきっと大丈夫だと思います頑張ろう